バーギナーマイク。有吉さん、ブスの王者こと益若つばさパイパンギャルがミルキーバニーとかいう名前で歌手活動しており、自身も作詞に参加した新曲の歌詞にこんなことを書いてやがりました。いつから僕は翼忘れて泣き虫のままで震えてんだろう。弱さも拭えない、もう逃げたくないのに。人様には翼なんてねえよバカ。窪塚かお前は。お前こんなくだらねえ歌詞で子供たちからまた金絞り落とそうとしてやがんのか。本当にアンジェラ・アキ以下だなクソ野郎。あとお前ミルキーバニーってなんだ、オッパブの源氏名かなんかか。まあどうでもいいけど子育てだけは頑張れよ。最後に舘ひろしが言った反抗してくれよのテンションでお前に頼み事がある。母乳飲ませてくれよ。バカなんだろ本当に。あげるけど。あげるんですか。あげるゲスの名に恥じないですね。すごいな。母乳飲ませてくれよ。ラジオ三平。有吉さん、離婚騒動の渦中にいる益若つばさ&梅ちゃん夫妻がそれぞれのツイッターで意味深なことをつぶやいてやがりました。まあ離婚しましたけどね、はい、はい、梅ちゃん離婚しました。大人の事情なので察してください。真実は全て墓場に持っていきます。益若、不倫なんて100億パーセントないです。ここで断言します。信じるか信じないかはあなた次第。採点の結果お知らせします、うん、ジャッジ恵比寿吉和116対94、ジャッジ西村健太110対80、ジャッジ有吉弘行120対2。以上3対0の判定をもちまして勝者バカコーナー梅ちゃん。勝者の梅ちゃんには10年前のメンズノンノン3冊、敗者の松坂さんには株式会社ドクモ殺し代表取締役ブルー中野様よりトップローブ最上段からのギロチンドロップ贈呈されます。おめでとうございました。あげます。以上、はい、ラジオペケミニ、うん、ここで一句。カリスマのメッキ剥がれりゃただのブスでおなじみカリスマモデル益若つばさちゃんがツイッターでこんなこと言ってました。原宿にてめっちゃスカウトされたわーい。あのな、向こうにもノルマってもんがあんだからしらみつぶしに声かけてるだけなの。せっかく周りの大人が必死こいてお前をカリスマに祭り上げてくれてるのによ、街中でキャバクラや風俗のスカウトされてくれてはしゃぐカリスマモデル様どこにいんだよバーカ。つうかこれで分かったろ、お前はカリスマでも何でもなくその辺によくいるような普通の姉ちゃんなんだよ。そこんとこよく頭に叩き込んでこれから謙虚に暮らせよ、分かったか。よし無敵、今だ。まさか翼が弱ってるうちにオファー出すんだ。ついでに尾崎奈々ちゃんあと一押しだ、あと一押しだ。無敵無敵、頑張れ頑張れ無敵。ラジオ三平。有吉さん、ローリー寺西風のメイクの第一人者松若つばさちゃんがアナザースカイという番組で好きな男性のタイプを聞かれこんなことを言ってやがりました。肉食系男子が好きなんですけど一番好きなのはロールキャベツ系男子です。ダサっ、古っ。そんな向井治のクセみたいな男子はな、とっくの昔に全滅したんだよ。これだから流行遅れの毒も困るよ。これから流行るのはな、深刻な顔で高須院長をストーキングする新生方形男子とおばさんフェイスの卓球少女だけを狙う錦織系男子。ダメでしょそれ。おばさんフェイスの卓球少女。お前これ知らないよ。本当だよ。これはだって。人のあらばっかり探してる。本当だ。すごい、よくそこまで探せるわ。怖いな、やめよ。ラジオネームダイエットは明日から。有吉さん、一寸先は矢口こと益若つばさお姉様が自身のブログで新しい家族を紹介しますというタイトル記事で新しく飼い始めたペットを紹介してやがりました、うん、おいおいおい、お前と同じで清純派を気取ってたワイプモンスターの矢口は家族が一人減って大騒ぎだってのにのんきに犬なんて紹介してんじゃねえよバカ。そんなことしてる暇あったらな、お前の浮気がバレて離婚した時にお前の悪行全部もみ消した方法を矢口に教えてやれよ。まあお前の場合は旦那がバカだったからまんまと逃げ切れたってのもあるけどな、でも俺たちゲスなと有吉はごまかせないぞ。この話を世間が、マスコミが、週刊文春が嗅ぎつけるまでいじり続けてやるからな。それが嫌なら若月千夏お姉様みたいにお前のブランドのグッズもサンドリーに上納しろ。
あとグッズはちゃんと大きめのサイズ送ってこいよ。楽しみに待ってるからな。恐喝だぜ。脅してますからね。いじられたくなかったらグッズ送ってこいって。恥ずかしいよね。以上ラジオ三宅マリオ、はい、有吉さん、貧乳姉さんことは増若翼のバツイチ女が有吉さんを出演されていたアメトークおしゃれってなんなの芸人で、あえて崩し外しなどとおしゃれ用語を連発してやがりました。おい A カップよ、てめえおしゃれ気取ってわけのわかんねえ専門用語バンバン抜かしやがって、何が外しだこら、てめえ横の中出しチャラメガネが偉そうにおしゃれ語りやがるからよ。おしゃれに全く興味にねえゴキブリ系男子の俺も少し希望持ちまったじゃねえか。試しにパステルカラーのカーディガンにVネックのインナー着てズボンとパンツ履かずに下半身丸出し、いわゆる外しとやらをてめえらの言う通りに取り入れて代官山走り回ってみたわ。そしたらなんだ、俺の後ろからものすごい形相で大量の警官が追いかけてきたじゃねえか。てめえらの言うおしゃれっつうのやったらこのざまだ。俺が何したってんだ、これだから俺はモデルっていうのは嫌いだね。ついでにおしゃれも嫌いだね。ラジオ三平、有吉さん、離婚騒動の渦中にいる増若翼&梅ちゃん夫妻がそれぞれのツイッターで意味深なことをつぶやいてやがりました、うん、まあ離婚しましたけどね、はい、はい、梅ちゃん離婚しました、大人の事情なので察してください、真実は全て墓場に持っていきます、うん、増若不倫なんて100億パーセントないです、ここで断言します、信じるか信じないかはあなた次第、採点の結果お知らせします、うん、ジャッジ恵比寿義和116対94、ジャッジ西村健太110対80、ジャッジ有吉弘行120対2、以上3対0の判定をもちまして勝者バカコーナー梅ちゃん。勝者の梅ちゃんには10年前のメンズノンノン3冊、敗者の松坂さんには株式会社ドクモ殺し代表取締役ブルー中野様よりトップローブ最上段からのギロチンドロップ贈呈されます、おめでとうございました。あげます。以上、はい、ラジオペケミニ、うん、ここで一句、カリスマのメッキ剥がれりゃただのブスでおなじみカリスマモデル増若翼ちゃんがツイッターでこんなこと言ってました。原宿にてめっちゃスカウトされた、わーい、あのな、向こうにもノルマってもんがあんだからしらみつぶしに声かけてるだけなの、せっかく周りの大人が必死こいてお前をカリスマに祭り上げてくれてるのによ、街中でキャバクラや風俗のスカウトされてくれてはしゃぐカリスマモデル様どこにいんだよバーカ、つうかこれで分かったろ、お前はカリスマでも何でもなくその辺によくいるような普通の姉ちゃんなんだよ、そこんとこよく頭に叩き込んでこれから謙虚に暮らせよ、分かったか、よし無敵、今だ、まさか翼が弱ってるうちにオファー出すんだ、ついでに尾崎奈々ちゃんあと一押しだ、あと一押しだ、無敵無敵頑張れ頑張れ無敵。ラジオ三平、あゆさん、ローリー寺西風のメイクの第一人者松若翼ちゃんがアナザースカイという番組で好きな男性のタイプを聞かれこんなこと言ってやがりました。肉食系男子が好きなんですけど一番好きなのはロールキャベツ系男子です、ダサ古っ、そんな向井治のクセみてえな男子はなとっくの昔に全滅したんだよ、これだから流行遅れの毒も困るよ、これから流行るのはな深刻な顔で高須院長をストーキングする新生方形男子とおばさんフェイスの卓球少女だけを狙う錦織系男子。ダメでしょそれ。おばさんフェイスの卓球少女。お前これ知らないよ、本当だよ、これはだって人のあらばっかり探してる、本当だわ。すごいよくそこまで探せるわ、本当怖いな、やめよ。ラジオネームダイエットは明日から、有吉さん、一寸先は矢口こと増若翼お姉さんが自身のブログで新しい頑張れ頑張れ無敵。ラジオ三平、有吉さん、ローリー寺西風のメイクの第一人者松若翼ちゃんがアナザースカイという番組で好きな男性のタイプを聞かれこんなこと言ってやがりました。肉食系男子が好きなんですけど一番好きなのはロールキャベツ系男子です、ダサ古っ、そんな向井治のクセみてえな男子はなとっくの昔に全滅したんだよ、これだから流行遅れの毒も困るよ、これから流行るのはな深刻な顔で高須院長をストーキングする新生方形男子とおばさんフェイスの卓球少女だけを狙う錦織系男子。ダメでしょそれ。おばさんフェイスの卓球少女。
お前これ知らないよ。本当だよ。これはだって人のあらばっかり探してる。本当だ。すごいよくそこまで探せるわ。本当怖いな。やめよ。ラジオネームダイエットは明日から。有吉さん、一寸先は矢口こと増若翼お姉様が自身のブログで新しい家族を紹介しますというタイトル記事で新しく飼い始めたペットを紹介してやがりました。おいおいおい、お前と同じで清純派を気取ってたワイプモンスターの矢口は家族が一人減って大騒ぎだってのにのんきに犬なんて紹介してんじゃねえよバカ。そんなことしてる暇あったらな、お前の浮気がバレて離婚した時にお前の悪行全部もみ消した方法を矢口に教えてやれよ。まあお前の場合は旦那がバカだったからまんまと逃げ切れたってのもあるけどな。でも俺たちゲセナと有吉はごまかせないぞ。この話を世間が、マスコミが、週刊文春が嗅ぎつけるまでいじり続けてやるからな。それが嫌なら若月千夏お姉様みたいにお前のブランドのグッズもサンドリーに上納しろ。あとグッズはちゃんと大きめのサイズを送ってこいよ。楽しみに待ってるからな。恐喝だぜ。脅してますからね。いじられたくなかったらグッズ送ってこいって。恥ずかしいよね。以上、これすごいラジオ見たきまるよ。はい、有吉さん、貧乳姉さんことは増若翼のバツイチ女が有吉さんの出演されていたアメトークおしゃれってなんなの芸人であえて崩し外しなどとおしゃれ用語を連発してやがりました。おい A カップよ、てめえおしゃれ気取ってわけのわかんねえ専門用語バンバン抜かしやがって何が外しだこら。てめえ横の中出しチャラメガネが偉そうにおしゃれ語りやがるからよ。おしゃれに全く興味にねえゴキブリ系男子の俺も少し希望持っちまったじゃねえか。試しにパステルカラーのカーディガンに V ネックのインナー着てズボンとパンツ履かずに下半身丸出し、いわゆる外しとやらをてめえらの言う通りに取り入れて代官山走り回ってみたわ。そしたらなんだ俺の後ろ